はい、皆さんこんにちは。ジャッケーチャンネル、ジャッケーです。今日ご紹介する商品はこちら、BOSEのフレームスアルトスタイルになります。こちらですね、私が YouTube 始めた時からかけてるあのサングラスだろうということだとは思うんですが、わけあってですね、新品が送られてきました。まずはね、ボックスしてみたいと思います。こちらのテープを剥がします。でこちらもテープを剥がします。ご会長、はい、こんな感じで、入っておりますね。中身はですね、はい、もういきなりむき身で、サングラス本体とケースですね。このグラスの顎の部分の中にビニールとこちらですね、巾着、ちょっとねスエードっぽい生地の中に充電ケーブルが入っております。充電ケーブルはですね、USB と専用のマグネットタイプになっております。この中に、説明書かな、これこちら説明書ですね。日本語も入っております。それではね、本体簡単に、説明していってみましょう。パッと見はね、よくあるタイプのサングラスになってるんですけども、こちらにですね、ここにスピーカーがついてます。左右ですね。で、ここに、先ほどの充電ケーブルをコネクトするマグネット部分がついておりますと。あとここですね、ここに、電源ボタンが一つついております。でこれを一度長押しします。なんか今英語で喋ってましたね。でここが今、白色の LED で点滅しておりますので、こちらで Bluetooth の接続をするとつながるという流れになっております。でね、こちらね、使用のインプレッションも一応撮ってはあるんですけども、音質がどうこうっていうよりは、こうながらで BGM のようにね聞こえてくるので、あまりこう人がいないような静かな公園とかを散歩してる時に音楽を聴いたりするのに非常に適しております。で今日の本題なんですが、なぜこれね、新品で送られてきたかといいますと、私が使用していたメインのメガネはここのレンズを交換してですね、これレンズの交換やってみましょうか。レンズの交換をして、もう少しね、透けてる明るめのレンズを入れていたんですけど、まあ、レンズはこうやってですね、ここの部分を指の腹で優しく押してもらうと、このように外れますので、今これでレンズ外れました。私が、つけているレンズはですね、大人メガネの度数が、一番軽いやつなので10度だったかな、をつけております。こちらですね。で要はね、壊れたんですね。で壊れたのでアフターサービスの方に電話したらですね、こちらの機種に関してはですね、保証期間とかを聞かれることもなくですね、無償で交換していただけるということで、まず最初に壊れたサングラスの、メインのフレームの部分ですね、レンズを外して、送りましたと。であちらに、BOSEのカスタマーセンターの方に、届いたよというのを確認していただいたら、すぐにこちら、新品で送り返していただきました。でですね、実は僕これ交換していただいたの2回目なんですね。ちょうどね1年前ぐらいに、去年の6月ぐらいだったかな、故障して、カスタマーサポートにお電話しました。そしたらやっぱり同じようにですね、このフレームスに関しては、壊れた本体をお送りいただければ、代替品をお送りいたしますということですね。今1個はまりましたね、レンズ。でもう1個こちらのレンズも、これフロント前からですね、このようにはめていただいて、比較的に簡単にパチッと、はい、これで今左右つきました。ちょ
ちょっとね気づいたことなんですけども、実は、これがですね私買った時の、ケースなんですけども、2回目と3回目に送られてきたケースというのがちょっと並べてみますね。送られてきたこのケースに関しては一緒だったんですけども、このような質感ですね。左側のが買ったオリジナルのケースですね。で、今回送られてきたケースがこちらです。でね、画面でちょっとわかるかどうか微妙なんですけども、質感が全然違います。初期のオリジナルのものはですね、人工皮革だとは思うんですけども、ちゃんとね、レザー調のものがね、巻物でこう巻いてあるんですね。あとね、ここはマグネットで止まってるんですけども、裏のマグネットがちゃんと中に内蔵されていて見えませんと。であとここにですね、坊主フレームスというロゴが入っております。ただ、現行モデルに関してはですね、少しこうコストダウンだと思うんですけどもね、質感が非常にビニールっぽくなってしまって、ここの端末もですね切りっぱなしなんですね。オリジナルの方はこのように巻いてあるんですけども、ご覧のように切りっぱなしですと。で、この裏のマグネットもこのように見えている状態で、この裏地のところにもロゴがないという状態です。これね、かなり質感がね、この初期モデルに関しては良かったので、これもね買った時の気に入ってたポイントなんですが、残念ながらちょっとねコストダウンがあったみたいで、ちょっとケースはね、正直比べるとちょっと質感がね劣ってる感じがします。はい、今日以上となります。このようにね、今のところはねこれなんか永久保証みたいな感じでね、壊れるとその度に、新しいものを送ってきていただけているので、まあこれもねあと何年続くかはわからないですけども、今の今まで言うと、そのような保証がついておりますので、少し安心してね使えるのかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。お役に立ちましたでしょうか。少しでもね見てよかったなと思う方いらっしゃいましたら、高評価と登録の方よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。